皆さんこんにちは。何も言えなくて夏の大ヒットで知られたロックバンドザ・ジェイ・ウォークの元ボーカル中村浩一さんが覚醒剤を所持していたとして逮捕されたのは2010年3月。自宅から覚醒剤のほかコカイン、大麻も見つかるなど薬物のデパートと化していたことが分かりました。一方、芸能界薬物で世間を騒がせた歌手酒井紀子さんとの共演歴が音楽業界で話題になっています。中村容疑者は東京西麻布の車中で小袋に入れて覚醒剤を隠し持っていたとして現行犯逮捕されました。捜査関係者によると警視庁が事件を裏付けるため中村容疑者立ち会いのもと都内の自宅を捜索したところ、室内から微量の覚醒剤をはじめコカイン、大麻や吸引用具が見つかり押収されたとのことです。これらの薬物についても自分のものだと認めているといいます。中村容疑者は北海道出身です。中学生時代にビートルズの音楽と出会い、高校1年生の時にアマチュアバンドを結成します。高校を卒業後もボーカリストとして地元でバンド活動を続けます。1980年、 J ウォーク結成とともに参加。1981年にデビューします。1993年、当時のヒット曲「何も言えなくて夏」で第44回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。そんな大ヒット後、長い低迷期を迎えます。そんな低迷期から脱却しかけた矢先の逮捕でした。そして懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けることになります。中村さんは過去に結婚歴はあるのですが、妻とは死別、息子が2人いるものの東京で一人暮らしをしていました。バンドリーダーの実刑で所属事務所フリーウェイ社長の友久聡さんは、中村さんと30年来の交友があり、謝罪会見では信じられないと絶句。ただなんでこんなに遅刻が多いんだろうと、ここ 1,2 年の異変を明かしました。長い時は4時間も5時間もあったといい、友久社長が心配して質問しても中村さんは全然心配しないでくださいと言うばかり。芸能界の薬物事件が相次いだ昨年夏、友久社長が念のためやってないだろうなと確認すると、冗談じゃないですよと答えていたといいます。ザ・ジェイ・ウォークが再評価のきっかけをつかんだのは R35 ブーム。35歳前後の人が青春時代に聞いた J ポップのアルバムをレコード各社が共作し、その波はテレビやコンサートにも及んでいました。2008年4月9日には NHK の歌番組が特集。この日のゲストはザ・ジェイ・ウォーク、クラス、山根康弘さん、酒井紀子さんという顔ぶれで、そのうちの2組が偶然にも薬物に手を染めていたことになります。放送で歌ったザ・ジェイ・ウォークの「何も言えなくて夏」や酒井さんの「青いウサギ」などは封印されるには惜しい佳作でした。このように2000年代からの低迷期から脱却しかけた矢先の逮捕になってしまいました。そして懲役2年執行猶予4年の有罪判決を受けることになります。中村さんは拘留された時に、もう音楽をやめるしかないと思ったんです。自分にとっての最大のペナルティが自分から音楽を取り上げることでしたと述べました。自ら犯した罪のせいとはいえ、何もかも失って丸2年間音楽を封印する生活を続けました。なんか音楽以外のなりわいを見つけなければと思って、コンビニに置いてある求人誌を見たり、でも年齢的に引っかかってしまうんですね。自分には何もないんだなと思ったと振り返ります。日々家族のために食事を作る主婦生活、東日本大震災の被災地でボランティア活動にも没頭したが、音楽への思いは断ち切れませんでした。2011年3月11日に発生した東日本大震災の10日後、パートナーの矢野清美らと共に宮城県石巻市へ救援物資を持ち、炊き出しボランティアを行っています。2011年4月24日、宮城県石巻市物生町にある功績寺の住職から石巻市内で被災した檀家の葬儀での婚葬を依頼されます。判決後は歌をやめる覚悟でいた中村だったのですが、中村の過去も知った上での依頼であったため引き受けました。その後津波で多くの児童が犠牲になった大川小学校の関係者らが避難していた石巻市の飯野川中学体育館である女性に、私は全てなくしました、でもあなたには歌がある、私たちも頑張るからあなたも頑張りなさいねと声をかけられます。そして食事の後に周囲の被災者からリクエストが寄せられて、アカペラで歌唱しました。
この出来事について中村はインタビューで、功績時のご住職、避難所で声をかけてくれた女性、被災者の皆さん、そして大きな拍手、今も忘れられません。あの体験がなかったら音楽はやめていたかもしれないです、と語っています。以来、石巻市内を中心に南三陸町や岩手県陸前高田市など三陸沿岸部へ通うようになり、ボランティアは数十回、泉谷茂さん、加門達夫さんらと町おこしイベントに幾度も協力してきました。そんなボランティア活動だけではなく、再始動の大きなきっかけとなったのはミュージシャン三宅伸司さんとの出会いだったと話します。三宅さんは今和野清志郎さん、中井戸うららしさん、木村満さん、ザ・ハイローズ、斉藤和義さんら様々なアーティストとの交流やライブ活動で知られています。昔からあまり他人のライブには行かないんです。ましてや事件を起こしてますし、最初の1年は人の多いところに出ることも控えてました。それが音楽が渦巻いている空間に身を置くなんてありえない、断ったんですけど、半ば強引でした。ライブに中村さんを連れ出したのは事実婚状態にあるタレント矢野清実さんでした。3年間カウンセリングにも一緒に通い、家族としてマネジャーとして中村さんを支えていました。あれがなかったら、しんちゃんとの出会いがなかったら、今も悶々と悩むだけの日が続いていたと思います、と矢野さんの内助のコート三宅さんに感謝してもしきれない思いです。三宅さんのプロデュースで発売されるアルバム、かけがえのないものでは初めての作詞にも挑戦しました。自分には詞は書けないと思っていた、でもしんちゃんが一曲だけ絶対に書いてくれ、とたとえ稚拙でも書こうと思ったら、自分の胸の中にあるものを出せることを知りました。あとはそれをどう歌うかです。今回のアルバム作りで新しい自分の発見もたくさんあって、おごったように聞こえるかもしれないんですけど、今自分に期待しているんです。復活ライブ前の記者会見で何度も報道陣から再販の可能性を聞かれました。ああ、こういうことがあるからなのか、でも僕の中ではありえません、絶対に考えられない、と力強く断言した中村さんでした。僕の中では復活というよりも再デビューのような新たな気持ちでのスタートです。多くの皆さんに感謝しています、とコメントしています。今後二度とファンを裏切るような行為をしてほしくないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。